いや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 、バーストさせられなかったし、ブリザードのマテリアはあろうことがつけてなかったし、誰も超絶苦戦。いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。へえ。ああ、闘技場のバトルはアイテムが使用禁止。困るな、それは。どう？早速出てくれんのか？それじゃあ、地下で待ってるぜ。地下に行けば、じゃあいつでもできるというわけか。コソ泥もぶっ飛び、この威力。なんだこれ、ムームーちゃんヘモヘモくん爆薬。数量限定だからお早めに。ああ、そうだ、固定ダメージを与えれるという意味では、なんかこの辺、ああこの辺使ってよかったな。全然これもあるし、いろいろ失敗した。マームさんに優勝報告しに行ってもいいけど、ああまず体力回復しようか。ああ散々ブーイングしてきたでしょ最初。優勝おめでとう。見事な腕前でした。あなたにはぜひ息子ジョニーの好敵手となって切磋琢磨していただきたい。互いに高め合い、認め合う。必ずや二人の間に真の友情が生まれるでしょう。ジョニー、そういえばどこ行った？鍛え始めた？だいぶ仕上がってきただろう。切れてるよ。ナイスカット。攻める。ジョニー、またどっかで会えるかな。ここがあの有名な男のやつ。チャドリーはここにいて、一旦回復だ。で、もう一回闘技場に行ってみようかな。お、早速出てくれんのか？それじゃあ地下で待ってるぜ。地下に行けばいい？これはね、勝ち進めばきっと何かいいものがもらえるはずだけど、今回からの地下闘技場はアイテム使用不可になるから、で MP 回復系のアイテムももちろん使えないし、回復魔法、エアリスの回復魔法と、あとレイズが大切になるから、エアリスを殺さないように気をつけよう。来たな。さあ相手を選んでくれ。あ、選べる。あー、待て、究極奥義の書ってあるぞ。全部やるっしょ。あ、一人と二人参加メンバー違いがある。あ、5回戦全部5回戦なんだ。あ、エアリスのソロコースとかもある。これ全部やるでしょ。あ、難易度選べる。まあノーマルでゲットレディー。待てよ、クラウド回復魔法持ってなかった。あ、ウェアラットは別に問題ない。どうってことない。でも毎試合少しずつ回復するから、それはありがたい。あ、というかめちゃくちゃ弱い。よし、
当然の結果だ。どう？B チームが最高にかっこいいな。沈め。待ってよ、ATB ブーストだ。先に手を打つ。で、魔法とかも使おう。よし。これだ。危ない。ガードハンドちょっとすばしっこいんだよね。当たれな。よし、攻めるぞ。オッケー、終わったな。4戦目、魔法ガンガン使おう。あー、状態異常がきついな。サンダーどうだろう。よし、ここで仕掛ける。あ、バカ野郎、ポーション盗まれた。で、5戦目。羽トカゲか。危ない。あ、食らっちゃうか。こいつサンダーが効くんじゃなかったっけ。もう一丁。あれ、楽勝っすね。ちょっと届かない。これだ。届かない、届かないけど、よし。当然の結果だ。よし、リミット技レベル2。ああ、ちょっとバトルセッティングしよう。なるほど、強切りはもう散々使ってきたし切り替えよう。で、次はエアリス単体戦闘になるから、一旦この辺を外して魔法攻撃にしよう。終わったね。よし、エアリスのリミット技をチェックしよう。物理ダメージ無効、欲しい。ちょっとこの辺調整しよう。こんな感じでいいかな。エアリスが死んでしまうととっても困るから、回復蘇生魔法を持たせて、そして自身にバフをかけるべくバリア、クラウドはこのままで。よし、さあ相手を選んでくれ。これやろう。グッドビジョンってなんだろう。まあ、とにかくやろう。リーダーはクラウド。あ、逆にクラウドじゃなくてエアリスリーダーでもいいんだ。まあまあまあ。ゴロつきじゃあ。コルネオの部下。弱いんだよね。よし、痛い。相手私の出番、来い。当たれ。はい、なんとかなった。あ、一人。
なんで一人で、あ、一人よっしゃ、終わったね。あれ、みんな部下、あ、バット持ってる。来ないよ。あ、クラウド。やっちまった。くらえ。よし。相手。クラウド動いた。おりゃ。ダブルヒットした。縦だ。嫌いなんだよな、縦。あ、エアリスの方向いてる間に。悪いな、いいぞ。あ、あれ、もうへばってる。見て、後ろ回りたい。じゃあエアリスで後ろ回ろう。とポンと、そう、エアリス向いたからクラウド。よし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 、痛い。ヨセンスフォース。任せるね。俺が出る。離れてね。悪いな。危ない。しまった。お任せあれ。クラウド回復させとくか。さ、頑張ろう。やってやる。よし。突き崩す。オッケー。これラストだ。よかった、ヘルハウスとかじゃなくて。縦厄介だな。先にこいつら倒すか。 ATB ブースト。痛い。 OK、 魔法も使っちゃおう。エアロ、私の出番。よし、一人倒してんね。飛んでけ。クラウド、こっちは大丈夫。シールド。エアリス回復。いいとこ見せなきゃ。協力してこ。でこいつ倒そう。痛い。二人固まってんな。あとこいつ。よし、今がチャンス。おっしゃ。でエアリスも攻撃。弾かれた。よいしょ。おっと、祈り。任せるね。次はない。祈りの回復量も少しずつ育って増えているみたい。よし、とどめ。いけるか、とどめ。頑張れ、とどめ。ダメだった。頑張るね。敵の守り。バレ、協力してこ。引き受け。オッケー。進むぞ。グッドビジョン。これはそのうち増えるかな。っていうか、右下にこのパーティー、今クラウド、エアリスってなってるけど、空白が一つあるから、いつでも挑戦できるようになって、おそらく3人でもいけんのかな。またいつでも来てくれ。てか今
さあ、相手を選んでくれ。商品が全部お楽しみ袋になってる。またいつでも来てくれ。グッドビジョン、グッドビジョン、グッドビジョン。え？感覚が研ぎ澄まされる。へえ。ってことはどうしようかな。エアリスにビジョンを装備させることを前提としてる。せっかく手に入れたからつけるか。で、エアリスの、あ、これは変えなくていいのか。一度だけ発動できるだから、これつけて、クラウドもっとマテリアつけたいけど、4スロット空きがあるアーマーがないから、しゃあない。正直 ATB ブーストは、いらないんじゃねえかとも思い始めてる。いらねえか。霊気にしよう。で、寄り道終了。マームさん、これで推薦状とドレスを。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさエアリスにはとびっきりのドレスを用意するから楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？ OK っす。そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね。その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだい思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお。じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。覗いてもいいの？ん？覗ける？覗くんじゃないって言ったろ？バレてるごめんなさい。ミツバチの館のアニアンがクラウドに興味を示しているようだったけど、サムと話してこよう。オカマなんだよな、どう見てもアニア。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？怒るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。ま、確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにも
なあ、この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。何でもや。サムの仕事以来、待って、白熱スクワットってだけどここと依頼人の服屋、よし、男行ってみよう。